こんにちは、自然中クラブの小崎です。今回は体内エンジンミトコンドリアをリニューアルする方法についてお伝えしたいと思います。で、今ですね、現代では代謝不良とか言われたりとかしてですね、現代の生活習慣病というのは、ほとんどが実はミトコンドリアがうまく働いていないからその病気っていうものが出てきたりとかしているんですね。で、基本的にミトコンドリアって一体何かって言ったら、車で言うとエンジンにあたる、エネルギーを作ってくれるところなんですよ。で、例えば車がありますって言った時に、もしその車がエンジンがなかったらどうなりますかってことなんですよね。で、当然のことながら鍵かけてもエンジンがかからないわけですし、で、動かそうと言ってもエンジンが動かないので、その形上は車に見えても結局車として機能しないっていうことなんです。で、その人間にとってそのミトコンドリアっていうものは車でいうエンジンにあたるところなんですね。ほとんどの細胞、私たちは60兆個の細胞があるっていうふうに言われているんですけども、で、そこの細胞の中にこのエンジンが積まれているわけなんですね。で、そのエンジンにあたるのがミトコンドリア。だからほぼ全てのその細胞そのものがミトコンドリアを持っていて、で、私たちの体の 10% はミトコンドリアっていうふうに言われています。だから僕体重が60キロなんですけれども、60キロのうち 10%、 つまり6キロが私の体はミトコンドリアでできているっていうことになります。で、それぐらいその私たちの体にとって非常に重要な機能があるわけなんですけど、じゃあこのミトコンドリア集中しているところってどこかって言ったら、エネルギーを作ってくれるところですよね。ってなると私たちの筋肉で動かしたりとかするっていうのは、これもうミトコンドリアがあるから動かして筋肉を動かしてくれるっていうことですね。で、あとは脳細胞にもものすごくそのミトコンドリアが集中していて、で、常にですね、私たちが思考するときにエネルギーを作って、で、それが要は電気信号となって、その話せたりとかですね、思考したりとか、で、そして考えたりとかすることができるわけなんです。なので、その本当にミトコンドリアそのものっていうのが私たちのもう一番その健康になるキーにあたるわけなので、まず今回はミトコンドリアって一体何なのかっていうことと、で、あとはそのミトコンドリアっていうエンジンですね、体内のエンジンをどうやってそのちゃんと働くような形にすることができるのか、それを今回お伝えさせていただきます。で、基本的にミトコンドリア不良って言われているものっていうのは、もうその神経的なその疾患ですよね。そのパーキンソン病であったり、アルツハイマーであったりとか、で、あとはその、代謝不良で肥満になってしまったり、で、あとは糖尿病であったりとか、で、そういうその、体の機能が働かなくなることによって、ミトコンドリア病って言われているものが、もうそれがもう目に現れたり、関節で現れたり、もうね、その、肥満とか臓器の問題であったりとか、で、あとは神経の問題であったりとか、全てによって関わってきてしまうわけなんです。なので、これをね、いかにミトコンドリアを元気にさせているかっていうところをちょっとね、お伝えしたいと思います。で、じゃあミトコンドリアって一体何なのかっていうところをちょっとお伝えさせていただくんですけども、基本的に車を想像していただいて、車のエンジンというふうに考えてください。で、人間のその60兆個の細胞があると言われているわけなんですけど、これが細胞です。で、細胞膜があって、真ん中に核っていうですね、遺伝子が、そこにこう遺伝子情報が入ってるわけなんですけど、で、そこの周りにうじゃうじゃこうやってあるのが、これがミトコンドリアっていうふうに言われているものです。で、その何をするかって言ったらですね、その、例えばエンジンで行った時に、そのガソリン使いますよね。ガソリンがなかったら車走りませんから。なので、その栄養ですね、車のガソリンに当たるのが栄養、私たち食べるものが、胃で消化されて、で、腸で吸収されて、で、血液を通じて最終的に細胞に運ばれるわけなんです。で、さらに空気吸いますよね。空気を吸っているのは、あれは酸素を取り入れて、肺からその酸素を吸収して血液を通じて、最終的にその酸素はどこ行ってるかって言ったら、全身60兆個の細胞の実はミトコンドリアに行ってるわけなんです。なので、その、呼吸を例えば1時間止めてくださいって言った時に死んでしまうって言ったら、一体なぜかって言ったら、酸素が取り入れられないのでミトコンドリアさんがエネルギー作れないと。なので心臓が止まってしまったりとかですね、脳に酸素がいかなくなると脳が働かなくなる。つまりミトコンドリアが働かないから、だから脳が死んでしまったりとかするわけなんですね。
なので要するに、車で言ったらガソリンと酸素をエンジンっていうところで燃やして、動力っていうエネルギーを変えてますよね。でそれと同じように人間もガソリン、栄養ですね、栄養と酸素をミトコンドリアを使って電気的な、ね、信号である エネルギーに変えているっていう、そういうことになります。でその車で言うとガソリンと酸素を燃やすと必ず排気ガスっていう不純物が出るわけなんですけども、それが人間にとっても同じ。ミトコンドリアがそうやって酸素をこうやってね化学反応させていくと、必ずですね活性酸素っていうですね不純物が出てきます。排気ガスですね。でその活性酸素が出る量が多ければ多いほど細胞とかですね遺伝子を傷つけたりとかして、私たちの健康に害があるっていうふうに言われているわけなんですけど、その大元ってなるのは実はミトコンドリアが出してるっていうふうに言われているんです。でその体内にある活性酸素の実はですね 90% はミトコンドリアが出しているっていうところになると、このミトコンドリアいかにちゃんとうまく働いているのか、そこによって、私たちの体の健康っていうのが保たれるか保たれないかっていうのが出てくるっていうところになります。でじゃあその一番大きなキーになるっていうところは何かって言ったら、そのね使うガソリンなんですよね。例えばそのドロドロのね汚いガラスガソリンとかを車に入れたりとかして燃やそうとするとエンジンが汚くなっちゃいますよね。でエンジンが汚れて、で出る排気ガスが多いのにちゃんとね動力ってエネルギーが出なくて、燃費悪いねとかね、この車すぐ壊れちゃうねとかっていう風になるわけなんですよね。なので私たちの体のガソリン、つまり栄養っていうのも、いいガソリンか悪いガソリンを使うことによってミトコンドリアがね、いい状態に保たれたりか、それとも悪くなっちゃうかっていう、そういうところになるわけなんですね。でなのでそこをこう気をつけなきゃいけないわけなんですけど、そこで一番、ね、ミトコンドリアを元気にさせるって言ったら、方法は実は3つあります。3つです。でどういうことかっていうと、まず1つ目一体何かっていうと、運動ですね。まず運動をしていると何が起きるかって言ったら、こう体がですねエネルギーを必要とするっていうような状態になるわけなんですね。でそうするとそのエネルギーを作んなきゃいけないっていう風になると、この細胞はですねちゃんと活性化してですね、ミトコンドリアさんよと、ちゃんと働くようにしてくださいっていうことになるわけなんです。なのでその運動をしているとちゃんと効率よくエネルギーを出せるようにミトコンドリアが増えたり、ミトコンドリアの質が上がるっていうことですね。なのでやはりその運動をきっちりやるねっていうことがまず一つで、二つ目は何かっていうと、冷たい環境に置くっていうところですね。で何かっていうと、その例えば、雪の中にこう入っていくといった時に、必ずですねその冬山とかスキーとか行く時もちゃんとウェアを着ますよね。だけど例えばウェアがなくて本当に寒い状態になって、ウェアがなくてもうすっぱだかになって、それで雪山を歩くっていった時に基本的に人間は死んでしまいますよね。凍死っていう形で死んでしまうわけなんですけど、でもその死ぬ寸前の前に人間は生きようとするわけなんです。でその生きようとする時にそのエネルギー、つまり熱を出してくれれば、でミトコンドリアきっちり出そうとするわけなんですね。でそうするといややばいと、このままじゃ死んじゃうっていうところで、ミトコンドリアさんの質とそして量が増えていって、ちゃんとエネルギーを出してくれるってことになるわけなんですね。なので僕ねサウナに入るのが結構好きなんです。でサウナに行くのは何でかって言ったら、そのもちろん体を温めるっていうところが一つなんですけども、その後に冷却されている冷水風呂に入るんですよね。でそれでもう入るときはめちゃくちゃ冷たいんですよ。でも冷たくて、あ、寒いとかっていう風になって、で、だけど1分ぐらい経ってこうやって出ると、実はですね、冷えたと思った時に、体の中からですね、熱がブワーって出てくるんですね。あれはもう不思議なんですけど、一体何かって言ったら、体このまま冷えたら死ぬっていうところで、ミトコンドリアさんがきっちりエネルギーを出して、体の中から熱を出してくれてるっていうことになります。なのでその冷たい環境に置く、今のこの現代社会で言ったらやっぱサウナとか行って、サウナと冷水風呂をこうやって繰り返すことによってミトコンドリアをこう元気にすることができる
それが2つ目ですね。で、3つ目は一体何かって言ったら、結局ですね、食事なんです。この食事が一番キーになってくるとは思うんですけども、その、何かっていうとですね、その例えばこの栄養っていうものがこう十分に供給されていると、まあ、エネルギーを出せるっていうミトコンドリアはこう考えるわけなんですが、実はですね、その、まあ、断食状態ですね、ある意味その食べ物食べない状態であったりとか、まあ、プチ断食とかもよく言われてるんですけど、食べない期間をある程度一定期間出すとですね、人間っていうのは何かどうなるかって言ったら、血液の糖の量がどんどんミトコンドリアが代謝していくので、血糖値が下がっていくわけなんですよね。で、その血糖値がこうやって下がっていった時に、このままだと人間は死んでしまいますよね。つまりガソリンがなかったら車は動かないと同じように、人間もエネルギーを作れなくなってしまうっていうことになります。なので何をするかって言ったら、ここで体内に溜めてある脂肪、そのね、脂肪を分解してですね、エネルギー源にしてくれるわけなんです。で、それが何かって言ったら、その脂肪がその肝臓でですね、ケトン体っていうね、そのミトコンドリアが代謝できるガソリンに変えてくれるわけなんですね。で、そうするとケトン体の量が血液の量で増えて、で、このケトン体がミトコンドリアを供給していく。で、そうするとエネルギーを作ることができるっていうところなんですけども、このケトン体がですね、まあガソリンで言ったら廃浴のハイクラスの超クリーン でしかも燃焼効率が良くて、エネルギーもきっちり出てて、で、しかも排気ガスが出にくいっていう、まあ、そういう最高のガソリンになってくるわけなんですね。なので、そのある程度その、カロリー摂取量をまあ制限したことによってですね、猿が、若返ったっていう研究もあるわけなんですけど、まあ、とてつもなくですね、そのね、人間でいうと80人相当する同い年の猿がですね、一方はそのまま老化して、一方は若い状態のままにいるっていうね、研究結果があったわけなんですよね。で、あれもカロリー摂取量 70%、まあ、つまり腹7分をずっと継続したことによって、ミトコンドリア結局ちゃんとうまく働くエンジンのままで年を取ったがゆえに、肌もツルツル、毛も抜けない、で、病気がないっていう、そういう状態になったっていうことなんですね。だから、まあ、腹7分っていうの、まあ、日本語でね、腹8分がいいとかって言ってるのも、実はもうこれが立証しているようなことなんですけれども、まあ、そうやってちょっと足りない状態にした食生活をするか、もしくはそのプチ断食っていう形でですね、朝食を食べない、で、その食べない期間っていうのがずっと血糖値が下がった状態 で体内の脂肪を分解して、で、それでそういうケトン体でエネルギー源にしていくと、ミトコンドリアがですね、本当に綺麗なエンジンな状態になってしまうというところなんですね。なので、その、まあ、基本的にミトコンドリアをね、元気に、そして増やして、で、そして綺麗な状態にして、で、そういう風にする方法は基本的に3つ、運動で、そして冷たい環境 で3つ目は食事で、この3つをやればあなたは常に健康な状態を保つことができて、で、元気でね、で、若いまま病気にならずに、暮らすことができるというところですね。はい、ではですね、今回は体内エンジン、ミトコンドリアをリニューアルする方法についてお伝えしました。まあ、もしね、この動画がね、いいと思ったら高評価をお願いします。で、もしね、こういう詳しいね、話をお聞きしたければ、まあ、1日10分の、音声ですね、30日間の、まあ、無料講座っていうのがありますので、この動画の下側のところをね、クリックしていただいて、で、Eメール登録するとあなたにですね、30日間の無料音声をお届けするので、ぜひね、そちらの方も聞いていただければっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。